まあ、自分的にはまあ予想通りかなと思っております。そうですね、まあ、多少やっぱりちょっとプレッシャーがあったはあったんですけど、まあ、皆さんの期待通り、決勝を進めて、ちょっとほっとはしてますね。まあ、デビュー前からいろいろ見ていただいて、すごく頼りになる存在だと思っております。はい、まあ、ほっといても、もう勝手に暴れてくれるし、まあ、何気に今回のタッグチームの中では、僕らが一番組んでる経験というのは長いと思うので、まあ、もう全く心配はしてないですね。まあ、任せきりでも全然大丈夫なパートナーです。まあ、普段通りの力が出せれば、まあ全く問題はないかなと。そうですね、まあ、ハイビスカスミ、バンベルジャックっていうことで、急造チームではあるんですけれども、1戦目見てたら、なかなかにチームワークを駆使してたんで、結構面白い相手だなとは思ってます。まあ、まずは沖縄県内で防衛を重ねていって、で、まあ、県内のみならず、県外、他団体にもどんどん、ベルト足がかりに、どんどん出ていけたらなと思っております。まあ、僕はちょっと違ってて、外の選手と防衛したいなと思ってますね。やっぱりいまだにその僕らの、まあ、力量っていうのはなかなか知られてないというのが現状なので、まあ、ベルトを持って、県外、まあ、他団体の選手と防衛戦をやっていけたらなとは思ってます。この度はクラウドファンディングでのご支援、誠にありがとうございます。おかげで、大変素晴らしいベルトができました。このベルト、我々が必ず巻きますので、応援よろしくお願いいたします。はい、皆さんのやっぱり気持ちが詰まったベルトですんでね、なるべくこういろんなところに持ってって、いろんな方に見てもらって、あ、琉球ドラゴンのベルトすげえ立派だなと、綺麗だなと、言っていただけることがね、やっぱり支援していただいた方への恩返しにもなると思いますし、このベルトをかけた、まあ、戦いっていうのを、もうとにかくレベルの高いものをしていきたい。このベルトをかけた戦いが、まあ、外れがないっていう試合にしていきたいと思いますので、まあ、それが僕は恩返しだと思います。なので、まあ、一つずつの、ね、試合をしっかり見ていただければなと思います。まあ、そうですね、こいつとは一蓮托生みたいなところもありますし、ずっと、まあ、休んでた間も、まあ、いろいろと気にしてた部分もありますし、その間の、蓄積しているもの、鬱屈したものっていうのもたくさん見てきましたので、まあ、それをちょっと爆発させるいい機会だと、やっぱり復帰して初の大きな舞台なんで、もうとにかく、情にちょっといろいろと爆発してもらいたいなと、思ってます。アイビスカスにバンベルジャック。決勝、俺が今まで食べ込んできたもん、全部ぶつけて爆発させたるから、覚悟しとけや。勝つんは俺たちグルクン嬢や。俺たちはかなり強い。リングの上で、対角線の前で、俺の前に立つからには、まあ、ハイビスカスミーはもちろんなんですけど、バンベルジャックも、一プロレスラーとして手加減なく、攻めていきたいと思います。まあ、僕にとってもね、彼にとっても、一つのターニングポイントになるようなプロレスラーですから、やっぱりプロのレスラーとして、がっちりと戦いたいと思います。そして勝つのは俺たち、なぜならば俺たちはかなり強い。